撃で刺してくるみたいな控えめな野島健二さんの、はい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 、この方です。はい、野島健二さんです。はい、ありがとうございます。本当ね、もう変わらずで申し訳ないんですけれども、やっぱり私は本当にこの人がもう一番好きっていうくらい、うん、本当皆さんはね分かってると思うんですけど、あの本当に好きなんですよ、うん、私は先ほどね小西克幸さんが出てきたら、はい、一番相性いいな福山潤さんじゃないかみたいなね、うんうんうん、お話もしたんですけど、やっぱ福山潤派か、うん、野島健二派か、はい、分かれるところだと思うんですよね、はい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 、私はどっちも好きなんですけど、はい、あの僅差で野島健二さんなんですよ。僅差なんだ。そう、めっちゃ僅差です、私の中ではね。ほうほうほう。でも私が好きな作品、じゃちょっと先にあげちゃいますけども、こちらですね、やっぱ野島さんの受けを堪能する2作品で、ちょっと対照的な2作品をちょっと挙げさせていただきました、はい、F 分の1の揺らぎ出てないですかっていうすごいすごい。 F 分の1の揺らぎってよくなんかリラクゼーション効果のある CD とか、 なんか炎の揺らぎとかがなんか F 分の1の揺らぎとか言って、なんかアルファ波みたいなものをなんか出してくれて人間を癒させてくれるみたいな、あの揺らぎのなんか波動みたいな感じらしいんですけど、なんか本当にそれが出てるのかってくらいめっちゃ癒されるんですよ。なんか疲れが体から消えていくんですよ、本当に声聞くと。ヒーリング効果がすごい。そう、ヒーリング効果がすごくて、本当に究極の癒しボイスなわけですね。でそんな癒しボイス堪能できる作品といえば、このどうしても触れたくないかなということで挙げさせていただきました。でもどうしても触れたくないといえば、石川さんと演じてらっしゃるんですけど、あの米田浩先生原作で BLCD の評価ランキングとかでチリチリではね、常に1位を取っているような、本当に BLCD 界でもトップの作品といっても過言ではない作品なんですけど、なんかファンタジーとかがやっぱり向いているって言われるような BLCD の世界の中で、本当に日常サラリーマンラブでここまで評価が高いという作品は本当にすごいと思うんですよ。でどうしても触れたくないはちょっと人見知りというか、あの寡黙な感じの役を野島健二さんやられてて、なんか酒、いつも酒臭くてタバコ臭いみたいな役を、ちょっとワイルドなね仕事できる人みたいな感じの役を石川さんが演じられてらっしゃるんですけども、なんか2人がひょんなことからコットペットにインすることになってしまった時のシーンの控えめな野島健二さんのあの声が、私は本当にこれは野島健二さんにしかできない声だなって思って、やっぱ受け演じるのって本当に難しいと思うんですよ、うん、でなんかやっぱりそういう濡れ場のシーンとか、うん、どういう風に声を出したらいいのかって、いろいろ痛い声出さなきゃいけないとか、うん、そうですね、そのじゃあもうちょっとエロによって、うん、あの感じてるような、うん、もうデロアマな声にしようとか、うん、そういう風に声優さんによっていろいろ考え方があると思うんですけど、野島さん、野島健さんの場合は人とアプローチがちょっと違うんですよ、うん、なんかそういう声、そういうシーンの時の声のアプローチの仕方があんまり過度にあやがず、一撃で刺してくるみたいな感じのタイプの、あの声優さんで、はいはいはい、私はそういう受けのちょっと控えめで、うん、なんか謙虚な感じっていうんですか、淑女な感じがすごく好きで、このやっぱりどうしても触れたくないそういうところが堪能できる作品なのかなと思いまして、うん、はい、押しました、はい、でこっちの青函時期シリーズの夜ごと水は滴りてっていう作品はもう私が散々おすすめしてて、うん、本当に野島健二さん特集をやった時にもねご紹介してるので、あんまりここでは言及しませんけども、うん、とにかくエロシーンが濃厚と有名な作品でございます、うん、もうこれはもう小二の字の傑作小二の字の傑作はい、という作品になっております、はい、本当にエロシーンが、ね、必調の作品となっておりますので、うんうんうん、これは青函時期シリーズの2位なんですけど、これが、5とか4とかだったと思うんですけど、うん、夜ごと満ちはしてたりっていうの2もあって、で最後に終わりなき夜の果てというシリーズで完結するようになってるんですけど、うん、もうとにかくめんどくさい可愛いの事件さんが聞けますので、ぜひ皆様ぜひぜひ聞いてください。いやでもなんかやっぱの事件さんを1位にしてた方もさっきいらっしゃって、ね、あそうだ、龍凪さんだ。あとあれですね、やっぱり同級生がやっぱりの事件さんは ね、一番有名かもしれないですね、うん、ね、はあれもメガネっ子、うん、控えめ系男子という感じでね、本当に私は大好きなの事件さんの声だし、というわけで私の第1位でございました。ありがとうございました。